AE2 は、オーストラリア海軍の潜水艦、EEQ。1912年2月10日、イギリス、バロー・イン・ファーネスで、ビカース・社により寄港。1913年6月18日浸水。1914年2月28日に、ポーツマスで、イギリス海軍のヘンリー・ HGD ストーカー、ヘンリー・ HGD ストーカー少佐の指揮下で収益した。 オーストラリア海軍発の潜水艦のもう一隻である同型艦の AE-1 と共にイギリス海軍士官とイギリス及びオーストラリア海軍の水兵が配属された AE-2 は1914年5月24日にシドニーに到着した1914年9月に第一次世界大戦が勃発すると AE-2 と AE-1 はオーストラリア海陸軍遠征部隊の一員として ドイツ領ニューギニア攻略に向かった。その最中に a e 1は消息不明となった。ドイツの降伏後は、巡洋戦艦オーストラリアと共に、フィジー周辺の紹介を行い、11月に整備、修理のためシドニーに戻った。地域唯一の潜水艦であることから、AEE-2 艦長ストーカーは、AE-2 のヨーロッパへの移動を提案。オーストラリア海軍と、 イギリス海軍本部は共に、それに同意し、a e には輸送船ウェレマに栄光され、AIF 船団2に属して12月31日にアルバニーを出発した。ドイツ巡洋艦 M 電の撃破によりインド洋での護衛は必要なくなったと考えられたことから、a e には16隻からなる船団で唯一の軍艦であった。a e は1915年1月28日に、 ポートサイドに到着し、イギリス第二潜水隊に加わって、ダーダネルス作戦参加に向かった。3月10日、紹介から帰還した際に、ムドロス沖で座礁。AEE2 のいない間に、港の航路灯が消されており、ストーカーがそれに備えていなかったことが原因であった。AEE2 は修理のため、マルタへと栄光された。4月、作戦に復帰。 ダーダネルス作戦の目的は、ドイツの同盟国であるオスマン帝国を戦争から排除し、国会経由でのロシアへの補給路を確保することであった。3月18日に行われた海峡突破に試みは、失敗に終わり、戦艦3隻が失われた。そして、陸上からの進攻によるトルコ要塞ダッシュの計画が立案された。その一方で、潜水艦による ダーダネルス海峡突破が2度試みられたが、嫌いや激しい海流のため潜水艦の喪失という結果に終わった。ストーカーも海峡突破の計画を作成し、艦隊司令官ジョンデ・ローベック中将の承認を得た。一度目の試みは4月24日になされたが、水平打故障のため6回り進んだだけで、引き返さざるを得なくなった。1915年4月25日2時30分。 二度目の試みが開始された。AE2 は4時30分頃から砲撃を受け、ストーカーは砲撃回避と一つ目の機雷源通過のため、先行を命じた。6時にはチャノックに達し、敵駆逐艦を避けつつ、オスマン帝国砲艦、フェイクアイサバケットを来撃した。AE2 は敵要塞の真下で座礁したが、要塞の方は AE2 に向けることは不可能であり。 40分以内で AE2 は自由となった。その少し後、半島越しに連合国軍の上陸場所を砲撃していたオスマン帝国の戦艦が潜水艦の潜望鏡を発見し、戦艦は砲撃をやめて撤収した。AE2 は丸々海へ向け進み、8時30分にストーカーは夜まで海底で待つことに決めた。21時ごろ。 AE にはバッテリー充電のため浮上し、艦隊へ成功報告を行った。敵の姿が見えないことからストーカーは、マルマラ海への侵入を命令。それから5日間、AE には、複数の潜水艦がいるように見せるため、マルマラ海各所に現れ、また、オスマン帝国の船に対して何度か攻撃を行ったが全て失敗に終わった。4月30日、AE には、 制御不能状態で浮き上がり始め、オスマン帝国水雷帝サルティンヒサーの資金に浮上した。水雷帝を避けようとして、AE2 は安全線行深度以下まで潜ってしまい、それを是正しようとする際に艦尾が水面から飛び出してしまった。サルティンヒサーはすぐに砲撃を開始し、AE2 の船体には穴が開いた。ストーカーは上院に体幹を命じ AE2 を自沈させた。 戦闘での死者は出なかったが、捕虜として囚われていた3年半の間に3人が死亡している。ありがとうございます。